トルコ大地震から1ヶ月が経ち、現地に派遣された福岡の看護師が活動報告を行いました。福岡大学病院の看護師山浦翔平さんは、トルコガジアンテップの仮設診療所で国際救急援助隊の一員として活動しました。地震発生の1週間後に現地入りし、2週間にわたって子どもの手術などをサポートしました。すべてのものを北海道を張ったり毛布でくるんだりして冷やさないような努力をしました。山浦さんは現地で触れたトルコの人々の笑顔に何度も救われたといい、新たな支援の道を探りたいとしています。なお福岡市では義援金の受付期間を今月31日まで延長し、支援を呼びかけています。